モニター開発って50台以上モニター専門家モニケンです。今回は約1万円で買えて超絶怒涛の人気を誇る ASUS VP228HE のレビューをしていこうと思います。スペックやら何やらを説明する前に、まずこのゲーミングモニターがどんな人におすすめなのかというと、ズバリ PS4 と Switch ユーザーです。それも今までゲーミングモニターを使ったことがない人向けですね。なんといっても安い。撮影日時点の Amazon の販売価格は1万800円、ほぼ1万円、圧倒的激安。新品のゲーミングモニターで約1万円で買えるモデルっていうのはなかなかないですからね。お金に余裕がないスチューデントにも優しい。安いといってもゲーミングモニター、テレビよりも全然断然完全快適です。では開封の前にざっくりとスペック紹介。モニターサイズは 21.5 インチ。僕が今まで紹介してきたゲーミングモニターの中でもモバイルモニターを除けば一番小さいサイズですね。普段24インチ前後とかのモニターを使ってると、やっぱり若干小ささにね、違和感を覚えることはあります。ただ逆に言うとコンパクトなので、24インチはちょっと大きくて見にくいなとか、デスクが小さいからモニターを置くスペースがあんまりないっていう人にはむしろおすすめのモニターです。 21.5 っていうコンパクトなサイズもほぼ1万円っていう価格の安さの秘密の一つですね。物が小さければそりゃあコストも下がるので安くなります。リフレッシュレートは 75Hz、 PS4 とか Switch とかは最大 60Hz なので全然問題ないですね。しかし今後発売予定の PlayStation 5、 これは最大 120fps 出ます。ということはモニターも 120Hz 以上のモニターじゃないとプレステ5のね、性能を完全に引き出せないんですよ。この辺りは僕の PlayStation 5のゲーミングモニターの選び方っていう動画でも解説しているので、よかったら見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ただ 120Hz 以上のゲーミングモニターって安くても2万円はするんですね。なので予算的に厳しいっていう方は 75Hz のゲーミングモニターでもテレビでやるよりはね、全然快適なので妥協ではあるんですが、選択肢には入るかなって感じです。僕としてはちょっと我慢して頑張って力労働施設でペリカを稼いででも 120Hz 以上のゲーミングモニターを買ってほしいですね。やっぱり圧倒的リフレッシュレートのゲーミングモニターはやっててめちゃめちゃ感動できます。パネルは応答速度が速くてコストも安い TN パネルを使用。1万円台前半のゲーミングモニターはほぼ全てが TN パネルです。ただ安かろう悪かろうってわけではなく、応答速度が速いっていう特徴があるので、むしろゲームプレイ用としては優秀なパネルと言えます。代わりに色再現性が低いとか、視野角が狭いとか、クリエイティブな作業や現実の色味に近い色で見たいっていう方には向かないパネルと言えるでしょう。安さとゲーム性能特化っていうゲーマー専用パネルって感じですね。解像度は 1920×1080 のフル HD。 もちろん 4K は非対応です。 4K 対応モニターは1万円じゃ無理です。開封。はい、ドーン。箱は段ボール。箱もコスパ重視ですね。安いことはいいことだ。で、中身クイックスタートガイドと LINE 入力端子ですね。台座丸い。ズバリ丸いでしょう。電源。電源は内蔵型ですね。これは使いやすいので丸。説明書。紙。D サブケーブル。この価格帯だと HDMI はついてないですね。使わない D サブケーブルが家に無限に増えていきます。そしてモニター本体。21.5 インチとはいえ、普通に両手で持たないと不安になる重さですね。というわけで中身はこれで全部。早速組み立てていきましょう。組み立ては超簡単。まずスタンドのこの突起に本体の穴をドッキングさせます。シンメトリカルドッキング。そして台座裏のネジをしっかり回しましょう。これが緩いとガクつきの原因になるので注意。これで完成。へっ、ちょろいもんだぜ。というわけで電源と HDMI を接続したのがこちら。 TN パネルっていうこともあって初期設定だと結構白っぽく見えましたね。ただ画面プリセットを変えてあげればそんなに気にならない色合いになりました。高さは 37.6 センチ、横幅は51センチです。 21.5 型だけあって小さめですね。 24.5 型のモニターと比べるとやっぱり一回り小さいですね。ただゲームをやっていてそんなに違和感は感じませんでした。ベゼルはちょっと太めで 1.7 センチ。ベゼルレスのスタイリッシュさはないですが、まあ1万円っていう価格を考えると仕方ないかなといったところ。背面はシンプルな ASUS のロゴのみです。ベース規格に対応しているので、モニターアームをつけて使用することも可能。台座はちょっと安っぽい感じがしますが、平らで変に主張したりもしないので、個人的には悪くないかなと思います。デザインとしては、やっぱりベゼルとかね、質感とかがちょっとチャチな感じがしますね。まあ実際ね、安いので、これはしょうがないかなってところ。角度調整は上下のみで、左右や回転はできません。マックス上まで傾けると20度、マックス下まで傾けると5度。一般的なモニターって感じですね。価格を考えると角度調整があるだけでもありがたいレベル。あとモニター部分がちょっとガクつきますね。スタンドのネジはしっかり回してあるんですが、デスクが揺れると結構揺れるのでちょっと気になる人もいるかもしれません。もうこれはカメラ越しでもはっきりとわかると思うんですが、コントラストが全然違いますよね。こちらが今回紹介している TN パネル、そしてこちらが IPS パネルですね。全然違いますよね。TN パネルはやっぱり白っぽく感じますね。このようにやっぱり色の再現性とかコントラストだったりとかが TN パネルは弱いので、動画鑑賞とか、こんな風に画像も色が変わっちゃうので、画像編集とかっていうクリエイティブな作業には向きませんね。やっぱりどうしてもゲーム特化のパネルっていう印象は拭えなかったです。VP228HE はこの価格ながらスピーカーを内蔵してます。音質はこんな感じ。正直そんなに良くないです。ただ、Switch で PS4 を繋いだ時に、スピーカーやイヤホンを刺さずに音を出せるのはめちゃめちゃありがたい。しかし、足音で敵の位置を聞き分けたり、ゲームの BGM をしっかり聞きたいっていう人は、イヤホンをぶっ刺しましょう。入力端子はモニター背面の底面にあります。左から、HDMI、D サブ、LINE 端子。HDMI が1つしかないのがちょっと残念ですね。スイッチと PS4 を持っていても2台同時に接続することができません。PC なら D サブで繋ぐことはできますが、個人的にはもう1個 HDMI が欲しかったですね。いやでも、1万円のモニターにそこまで求めるのは酷か。モニターの独自機能は画面下のボタンから設定します。まず画面設定のプリセットが8個あります。僕は結構画面の白さが気になったので、多分ね、同じように気になる人は結構いると思うんですよ。なので、設定はまず自分が一番見やすいなと思うプリセットを探すところから始めるのがおすすめです。個人的にゲームモードよりもシーンモードの方が色が見やすく感じましたね。若干コントラストがゲームモードより強い気がします。ブルーライトカットは0を含めて5段階。こんな感じですね。色設定。色はやっぱり気になる人が多いと思うので、よくプレイするゲームを起動した状態で好みの色合いに設定するのがおすすめです。トランスフリーはいわゆるオーバードライブ機能で、応答速度を高速化できる機能です。ただ、人によってはむしろ残像感が増す場合もあるので、とりあえずオンにしてみて、合うかどうか試してみるのがおすすめ。そして入力切り替えにシステム。システムにはゲームプラスっていう機能があって、照準表示とタイマー表示をすることができます。タイマーはいまいち使うタイミングがわかりませんが、照準表示は腰打ちでクロスヘアが出ないゲームとかで有利ですね。あと、ショートカットキーは自分で設定できます。初期は明るさとブルーライトカットが設定済みです。最後に、実際にゲームをプレイしていきます。プレイするのは、スイッチの名作、スプラトゥーン2。意外なんですが、画像を見た時に感じていた白っぽさは、ゲーム中は全く感じませんでした。対人 FPS や TPS は、綺麗な色合いよりも、ゲームが快適にプレイできているかどうかの方が重要なので、細かい色合いとかは気になりませんね。サイズも普段よりワンサイズ小さいんですが、プレイしにくさは特になかったです。ただ、普段より少しモニターを前に出してプレイしました。これにより視界に入る画面の大きさがあまり変わらなかったので、違和感がなかったと思われます。デスクスペースがない方には、うってつけのモニターと言えるでしょう。というわけで、ASUS VP228HE についてまとめさせていただきました。ざっくりまとめると、21.5 型のコンパクトサイズのゲーミングモニター。小さいので狭いスペースにも置きやすい。価格が1万円前後と激の安。Switch や PS4 にもぴったり。PS5 を視野に入れるなら、ちょっとリフレッシュレートが低いので微妙。HDMI 端子が1つしかないので、複数のゲーム機をつなげる場合はちょっぴり面倒。以上そんな感じ。個人的に24インチ前後のモニターに慣れすぎてて、21.5 インチは微妙かなって思ったんですが、実際にプレイすると、そこまでね、めっちゃ小さいってことは感じませんでしたね。ただ、僕は24インチ前後の方がプレイしやすいと感じました。しかし、24インチがちょっと大きいなと感じる方や、少しでも安くゲーミングモニターが欲しいという方で、PS4 や Switch で使う場合は全然おすすめできるモニターです。少なくとも、テレビでプレイするよりは、十分快適なプレイが望めるでしょう。ただ、今後発売するプレステ5、こいつは 120fps に対応しているので、この VP228HE の 75Hz では最大限に性能を活かせません。なので、ちょっと我慢して 120Hz 以上のゲーミングモニターを買うのがおすすめですね。120Hz 以上が出るゲーミングモニターとなると、VP228HE のさらに1万円以上は高くなるので、予算と相談して買うモニターを選びましょう。そんな感じで、この動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画が良かったな、参考になったな、と思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また、VP228HE については、僕が運営しているブログ、モニケンでも紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください。URL は概要欄に書いてあります。それでは、次の動画でお会いしましょう。See you!